奈良テレビ放送の番組かくかくしかじかに出演している奈良市出身の俳優加藤雅也さんのアートイベントが生駒市内で開かれています。近鉄生駒ケーブル宝山寺駅のホームを彩る写真の数々、撮影したのは加藤雅也さんです。これはレトロな香りが残る生駒の魅力を発信しようと近鉄が企画したもので、加藤さんが生駒山やその周辺を巡りながら独自の視点で撮影した味わい深い写真が並びます。またすべての作品は宝山寺の参道沿いにある映像喫茶の店内でスライドショーとして上映されています。このほか参道沿いの宿泊施設には加藤さんプロデュースの空間が広がります。妖怪書家として活躍する大岡さんが生駒市を代表する伝統工芸茶筅を題材に描いた作品なども展示されています。身近にありながら忘れがちな風景を見直してほしい、イベントにはそんな思いが込められています。昔の日本が残っていて、芸術とお寺とその坂道っていう、なんかそういうコンビネーションがすごくいい街ですね。坂もすごく高いんですけれども、でも登ってみると本当に綺麗な景色が待っている、本当素敵な街なので、ぜひ皆さんお越しください。このアートイベントは一部を除き今月31日まで開かれています。